今回は投資信託の基礎の論点についてお話ししたいと思いますここでは投資信託の基本的な事柄についてお話ししていきますがまずは投資信託の概要を説明したいと思います投資信託はたくさんの投資家が少しずつお金を持ち寄ってそれを資産運用のプロに預けて 運用を任せる金融商品です。投資信託の信託というのは信じて託すという意味で、運用のプロを信じてお金を託すのだと思ってください。でここの投資家が少しずつ託したお金は集まると大きなお金になって、さまざまな銘柄の株式や債券などで運用されます。そして将来運用の成果は投資家に還元されることになります。 投資信託の仕組みを利用して投資を行うと1人で買おうとすると高価で手が出ないような資産でも少額から部分的に購入することができますそれから複数の投資対象に分散して投資しますから少額からでも分散投資をしてリスクを軽減することができるのもメリットの一つです。ままた、プロに運用を任せますから、 プロのノウハウを活用することができるのも嬉しい点です。ですが当然預けたお金はリスクがあるものに投資されますから投資信託には価格変動リスクがあって元本割りしてしまう可能性もあります。次は投資信託の仕組みについて投資信託にはいくつかの種類がありますがここでは一般の投資家に馴染みが深い 委託者指図型投資信託と呼ばれる投資信託の仕組みについてお話ししたいと思います。これは銀行や証券会社で買える投資信託のことだと思っていただいて結構です。まずはじめに投資信託にはお金を投資する投資家とお金を運用する運用会社の2社が存在します。ただ 運用会社はほとんどが東京や大阪のような都会にしか存在しませんから、投資家が直接運用会社にお金を預けようとすると大変です。そこで運用会社は、全国に店舗を持っている証券会社や銀行などを代理店として間に挟みます。これが販売会社で、私たちは通常投資信託を買おうとすると、 銀行や証券会社にお金を払うことになってそのお金は運用会社に流れていきますそして早速運用会社がこのお金を運用するのかといえば実はそうではありません運用会社はタイミングを見計らって株式などを売ったり買ったりするプロですがお金を預かってきちんと管理するプロではありませんそこで投資家から預かったお金は お金を管理するプロである信託銀行に預けることになりますですから投資家のお金がどこにあるのかというと信託銀行にあって信託銀行固有の財産とは厳密に分別管理されていますつまり販売会社運用会社信託銀行のいずれかが破綻した場合でも投資家のお金は直で分別管理されていますから 投資家への影響はありませんそして運用会社が株式などを売ったり買ったりしようとするときには信託銀行に対してこの間預けておいたあのお金でこれを買ってくださいなどと言って取引の委託を行いますこのようなことから運用会社を委託者信託銀行を受託者と言います投資信託はこのような仕組みになっていますから 投資家に分配金が支払われたり、投資信託を解約したときには、お金の流れは真逆になります。続いては、投資信託の基本的な用語について、まず、ファンドというのは、本来は運用されている資産のことを指しますが、実務上は投資信託のことを言います。そして、 投資信託が運用される期間を信託期間と言います。それから基準価格というのは投資信託の時価のことです。株式1株あたりの時価を株価というように投資信託1口あたりの時価を基準価格というわけです。基準価格は運用されている財産の総額純資産総額を全ての投資家が保有している口数総口数で割って求めます。 投資信託は一番初めは一口1円で始まりますが運用が始まると一口が0.99いくらになったり1.00いくらになったりしますから少し表示がややこしくなりますそこで通常投資信託の基準価格は1万口当たりの金額で表示されています新聞の株価欄にも投資信託の基準価格が載っていますが 大抵4桁や5桁になっていると思いますそれから投資信託の商品によっては定期的に運用して得られたお金を投資家に分配するものがありますこれを収益分配金と言って税金の計算上普通分配金と元本払い戻し金に分類されるんですが詳しくはまたおいおい説明したいと思いますで分配金が支払われると 投資家が運用のプロに預けているお金純資産総額が減ってしまいますから基準価格も下がってしまいますこれを分配落ちと言いますそして目論見書というのは投資信託の説明書で運用報告書というのは投資信託の報告書だと思ってください続いては投資信託のコストについて説明したいと思います まずは販売手数料についてこれは投資信託の購入にかかる費用でいわば投資家が販売会社に払うお礼のようなものです。販売会社がいるから投資家はわざわざ東京や大阪まで足を運んで直接お金を預けに行かずに済むわけですからそのお礼として投資信託の購入代金とは別に販売会社にお金を払います。 ちなみにネット証券などでは販売手数料がかからない投資信託も販売されています。このような投資信託をノーロード投資と言います。次は信託報酬について。これは投資信託の維持管理にかかる費用で投資信託という仕組みを作ってくれている人に対するお礼のようなものです。 販売会社と委託者と受託者がいるから投資家は投資信託という仕組みを使って少額から分散投資することができたりプロのノウハウを活用して投資をすることができるわけですそこで毎日信託財産の中から少しずつお金が差し引かれて販売会社と委託者と受託者に分配されますこれが信託報酬ですちなみに 販売手数料がかからない投資信託は存在しますが信託報酬がかからない投資信託はありません。で販売会社はともかく基本的に委託者と受託者にとっては信託報酬が唯一の収益源ですから信託報酬をなくすことはできません。でこの信託報酬があるからこそ販売会社は販売手数料を徴収せずにたくさん投資信託を売って その分信託報酬をたくさん得ようとすることができるわけです次は信託財産留保額についてこれは解約時にかかる費用でいわば解約ペナルティのようなものです投資家が投資信託を解約すると運用計画が狂ってしまいますし現金を用意するために株式などを売らなくてはいけないとなると手数料がかかってしまいます そうすると一番迷惑を被るのは他の投資家ですそこで例えば誰かが解約したいと請求すると運用会社は分かりました信託財産のうちこれだけはあなたのものですからお返ししますねただし他の投資家に迷惑がかかってしまうので一部これだけはみんなの財産の中に残していってくださいと言いますこれが信託財産留保額です つまり投資家は解約の際に自分の持ち分から信託財産留保額を控除した金額を受け取ることになります信託財産留保額は販売会社や委託者や受託者に払われるものではありませんから気をつけてください投資信託のコストについてまとめますとテキストや画面にある通りになります復習して整理しておいてください それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。